加藤団蔵、ここに起動。入力を求めます、マスター。団蔵は忍びなれば、あらゆる命令に従いまする。装甲を増加しました。戦闘性能も上昇しています。これからもお役に立ちまする、マスター。私に搭載された過信霊槍が活性化しています。さらなる力を得た模様です。最終形態に移行。外装の変化を確認。マスターとの魔力同調率も上昇しています。この姿、あなたにお見せすることになろうとは。やはり、と言いますか、このような場所が落ち着くのです。忍びとして設計されたがゆえの習性でしょうか。それとも、団蔵に多くを教えてくださった、初代風魔様の影響か。どちらにせよ、マスター。この景色を、あなたにお見せできてよかった。機能拡張。ありがとうございます、マスター。いささか御行が足りておりません。速やかに補充を求めまする。具体的に言えば、外の空気を吸いたいな、と。敵を滅ぼすならば、お役に立ちましょう。それが団蔵にございまする。マスターは、我が新たな主人、主にございます。団蔵をいかようにもお使いください。もしやあなたは、カラクリのサーヴァントでは？なんという。よろしければ、お話など、いかがでしょうか。望月殿といえば、武田家の忍び。武田家には、団蔵も多少の縁がございまする。このようなところでお会いできようとは。望月殿、千嫁殿、なぜそのように目を伏せられるのか。飛び加藤といえば、ああ、これは、きちんと話をせねばなるまいな。だが、今ではない。風魔の忍びが、いるのですか？以前にお会いしたでしょうか？すみませぬ。団蔵の記録には、何も。ギラギラとした目で、なぜ団蔵を見るのです、白獅子殿。電力ですか？いえ、団蔵は、イカズチの術はトントン。はい？出力が上昇する、いい手段がある？まことですか？やった！団蔵ちゃんがいる！私が言うのもなんだけど、今時正統派の黒髪美少女って貴重でしょ？ほら、もっと近くに来る。カラクリでもそんなの関係ないない。むしろお雛様って感じでたぎるわ。カラクリなんやろ？そういうのもあるんやね。ほんのり鬼の香りがするんわ。ああ、そういう。けったいなこともあるんやね。風は好きです。なんだかとても心地よく感じます。嫌いなものは特にありませんが、強いて言えば黒き太陽は見るだけで団蔵の回路がすくみます。聖杯？あ、団蔵には、とんとわかりませんが。マスターのお気に召すままに、どのような相手でも、
私が料理してご覧に入れまする。命令の入力を。団蔵はからくり仕掛けの人形ゆえ、人のようには眠りませぬが、あまりに長い間入力されずにいれば待機状態となってしまいます。はい、団蔵はからくりです。私のような生前が人間ではなかった人造物を元としたサーヴァントは他にもおられるようですね。少し嬉しく感じます。対話をしてみたいとも思います。おかしいでしょうか。団蔵には親が二人おりまする。いわゆる二親とは違いますが、一人は家臣孤児様、私を設計し作り上げてくださった希代の妖術師、もう一人が初代風魔小太郎様です。団蔵に風魔忍術の技を搭載してくださいました。もうお二人の顔さえ思い出せませぬが。白状いたします、マスター。団蔵は壊れているのです。思えば生前と言いますか、かつての乱世の折、稼働している期間のうち半ば以上は壊れていたのかもしれません。特に記録が定かでありません。人で言えば記憶に当たるものが、私は不確かなのです。大切な人がいたのかどうかさえわからず。サーヴァントは何かしらの全盛期の姿で召喚されると言いますね。ならば団蔵はこの壊れかけた状態が全盛期ということなのでしょうか。たとえ思い出せなくとも、任務を果たし出会いと別れを繰り返した後のこの状態が。ありがとうございます、マスター。壊れかけのからくりをこうして手元に置いてくださって、団蔵は必ずやご恩に報いまする。